どうもレオです。ポッチです。アークザラッド R ガチャ引いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、月末です。はい、フェスですよ。フェスですねって思ってた。思ってたです。まあ、あの7人だからの英雄みたいなのもさ、4人目かなって。はい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 、あ、そうだね、思ってたんです。思ってたんです。そうね、時の流れは早いものです。4人目終わっちゃった。見てください、ハーフアニバーサリーです。ハーフア…あ、あー、なるほど。おめでとうございます。おめでとうございます。もう半年経ったんかと。早いね、もうそんな経ったのね。え、そりゃ年も取るよもう1年がね、早い早い経つのが。早い早い、ほんと早い気づけば1月終わるしね。あっという間に置いていくよ。いや、ほんとだよね。これしみじみしてる場合じゃないんです老け込んでる場合じゃないんですよ。はよ、アニバーサリーハルトです。ほう、ちょっとシュッとしちゃって、まあみたいなさ。かっこいい、なんかかっこよくない？かっこいいんです。なんかいつものハルトはちょっと可愛い感じするけど、ちょっとかっこいいハルト。そう、服の素材はすべて一流のもので作られており、デザインも秀逸で祝いの場にもふさわしいだそうですよ。この服にはある人の思いが込められているため大切にしている。誰の思いが？ね、3の段祝い、これはなんて読むんだろう。4かな、4の先行祝いなのかな。これ4だったっけな、なんかあれなんだよな、ルロケンのクズ流線で見た気がする、この数字の書き方、うん、忘れちゃったな。でもそんなような数字だった気がしますけど、まあ、でまあその次は4だよ。そうだよね。でフェスゲンの人たちも出ますよっていうことらしいです。はい、で多分提供割合が、そうだね、アニバーサリー欲しいね、せっかくだからね。 1% で1%、他は 4%、うん、でちょっとあの A3 に乗ると月光とバルダが高くなってますよっていうとこですね、うん、はい、はい、で5000あるんです。5000、どうしよっかな。だから50連できるっちゃできるんですよ。じゃあとりあえず、とりあえずまあお祝いですし、お祝いだから50連。いやまあ30連、とりあえず30ぐらいをめどにね、30を目安にして、うん、出たら撤収。撤収もうそんなもん、もちろんもちろん、それはもちろんです。うん、ハルトが出たら、そう、危なかった。覚醒セレクションのさ、ラインナップ結構いいんですよ今回。うん、こうかなってマジで迷ってたんですけど、うん、待っててよかったです。やるぞやるぞ、うん、行くぞ。お願いだ、出てくれ、お祝いだから。お祝いだぞ、行け。お、待ち時間が長いぞ。 お、いいぞ。これはダウンロードが長い時は、いいんだぞ、長い時は来るっていう思い込み思い込みっていうのやめない。思い込み、思い込みだよ、確かにそれは事実そうなんだけど、思い込みたいんだよ。そう、自分に言い聞かせてるから。長いって言葉みたいなの、そうそう、いいのが来るんじゃないの、一枚だな、向こうで仲間が待ってるぞ。おう、まあ待ってなかった、待ってなかった。お、もう一個買ったぞ。ってことはケツで今ハルトになったんじゃないかな。本当にどうなの、どうなの、もう一歩、あ、だ、ダメかな、ダメかな。おかっこいいな、かっこいいんだよ、ジュリエスかっこいいんだよ。喋ったらいいんだもんな、これ。そう、喋って、お願い、ポコポコ喋って。お、あ、シェリルの激励は初めてだな。お、トロは、おかしいぞ、もうやばい、もう来ないとやばい、もう来ないとやばい、もう来る、来るよ。あー、ジュリエスが、ジュリエスだった、頭とケツに
出てきたな。ジュリエスのダウンロードだった。うん、そうだな。まあまあでも、もう一回もう一回、まあ、最初の10連でね、出たね、出るなんてね、虫が良すぎるってもんですよ。そうですよ、もう。そりゃ。ちょっと早いぞ。ちょっと早いな。ちょっと早いぞ。おかしいよ。ちょっと早いな。ちょっと違うな、それは。それは違うな。お、うん、真ん中あたり。ハンターを探しておいたぞ。だそうなんだって。それ探してくれって。いつも言ってるけど。聞かんない。聞かんねえな。ちゃんと探した？探したよ、もう。隅から隅まで。結構あの服目立つと思うんだけどな。いや、どう？真ん中あたりに。真ん中あたりに。真ん中あたりに。いや、違う、すげえ。そのハルトじゃない。そう。違う、そのハルトじゃないんだ。おお。あ、これやったかな。デルトランやったかな。真ん中あたり。どうかな。いやー。いやー、な、その。おお、グルが初めて。初めてか。やった。やったけどな、違うんだよな、うん、服着ててほしいんだよな、うん、うん、こっちはよしよし、行こう行こう、行くぞ、もう。いやー、来ねえかな。お、ちょっと長い、ちょっと長い、ちょっと長い、どうだい、長い気がする。でも星号 5% なはずなんだよな。ハルトが 1% で残り 4% って言ってたから、普段よりね、ちょっとはね、フェスですし、フェスですし、うん、フェスですし、そう、フェスですよ。お願い、光ってない。おじさん、凄腕のハンターを探しておいたぞ。いや、凄腕感が張り紙からは見えない。光ったお、一発目だよ。一発目でポーンと、うん、それで、そっから虹色、おっいいよ。いやー、それはセーラじゃないのかい？あ、睡蓮か。ああ、でも睡蓮かっこいいね、いいよ、やっぱりね。そうだね。もう一回ぐらいないかな。もう一回ぐらい。ないかな。どう？もう一回ぐらい。せっかく虹色だってね。そうだよ。お祝いだしね。そう。お？お疲れ様です。ザス。ニューだよ、初めてじゃん。そうそう、初めてですよ。チョンガラ初めてじゃん。チョンガラ初めてですよ。やったやった。ポコノが良かったな、だったら。いや、でもそういうこと言っちゃう。おえ、えはこれ、やったイエーイ、チョンガラの後に来たよ。来たすごい、おめでとうございます。来ましたよ、アニバーサリー。これ、あれ、開かない。あ、開いた。来た、やった、やった、すごい、やった、かっこいい。なんかスーツみたいなね、本当に。本当だよ、タキシードみたいな、タキシードみたいに着てて。うわー、なんかさ、ちょっとあの結婚式でカットする、ケーキカットする時の刀みたいになってる。本当だ、花とかついちゃってるし、花とかついてるし。え、なにこれ、かっこよくない？かっこいい、やった、やりましたよ。やりましたね。来ました、びっくりしちゃった。うん、もうちょんがらで終わりかと思って、正直50連してちょんがら出たしっつって終わる絵でね、イメージしてた。だからね、うん、やったー。どうだけちょんがらを押してやろうかって最後のエンドで。そう考えたら逆にもうどうしたらいいか分かんないっていう。そうだね。かえってびっくりする。もうちょんがらで終わろうって思ってたから、ね。そう。ちょんがら終わりの未来しか見えてなかったから。いやー、びっくりした。いやー、すごいっすね。やったね、3回やってよかったね。よかったっす。30連してね。うん、よし。よかった。いや、アークすげえな。すごい。アークすげえな。アークすげえ。
やっぱりアニバーサリーだったね、うん、アニバーサリーだった、素晴らしい。いや本当におめでとうございます。おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。もう本当楽しませていただきますよ。はい、はい、じゃあ今回ここまでしましょう。はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら高評価チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またねー、バイバーイ。